今日は韓国語講座第2弾です。イエイ、パフ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 。じゃあ早速やっていきたいと思います。今日教える韓国語はご飯屋さんで使える韓国語です。おお、まあ旅行とか行ってね、韓国料理とか食べると思うので、韓国料理、まあ、当たり前か、ご飯屋さんに行くと思うので、その時に使える韓国語を教えたいと思います。パフパフ。まずお店に入ったら店員さんがミョップニセヨ、ミョップニセヨ、何名様ですかって聞いてくるので、その時にお一人だった場合、ハンミョンヨ、ハンミョンヨ、ミョンヨは何人ですっていう意味で、ハンミョンヨで、ハンは1で、トゥミョンヨは2。まあこれ数字が振ってあると思うんですけど、本当にこの通りで、トゥミョンヨ2人だったらトゥミョンヨ、3人だったらセミョンヨ、4人だったらネミョンヨ、こんな感じです。で次は席とかが混雑してるかもしれないので、そういう時は店員さんにピンジャリッソヨ、ピンジャリッソヨ、まあ空いてる席ありますかっていう意味で、で店員さんはね、ねいっそよ、はいありますっていう意味です。もし席が空いてなかったとか、席空いてるか分かんないなと思った時はピンジャリッソヨって聞きます。じゃあ早速メニューを頼みますっていう時には、チョギヨ、チョギヨ、チョギヨ、すいませんって意味です。次はまあメニューを頼む時に、チュセヨは何々くださいって意味です。何々チュセヨ、聞いたことあると思うんですけど、例えばこれはメニューを見ながら、イゴイッソヨ、間違えた間違えた間違えた、イゴチュセヨ、これくださいみたいな。で水が欲しいなってなった場合は、ムール、ムールチュセヨ、ムールチュセヨ。でこれはカルビはカルビです。カルビチュセヨ、カルビチュセヨって。でビビンバはビビンパプ、ビビンパプチュセヨ、ビビンパプチュセヨ。でタッカルビもタッカルビですね、タッカルビチュセヨ。でトッポッキもトッポッキチュセヨ。メニュー頼むときはこんな感じで言います。で何頼めばいいか分かんないときは、もがましそよ、何が美味しいですか、もがましそよって聞くと、おすすめとかこれ美味しいですよとか多分言ってくれると思います。ちょっとこれ本当に絵文字とふざけてるんですけど、私本当絵心なすぎて、本当はこういう絵を描きたかったんですよ。これ本当に隠したい、恥ずかしすぎる。でそのメニューがいいなと思ったら、クロムハナチュセヨ、そしたら一つくださいっていう意味です。おすすめ聞いて、これおすすめだよって言われた時は、クロムハナチュセヨ、一つくださいそれみたいな意味で。でここまでで注文は終わりです。終わりなんですけど、もし辛いのが苦手な場合、私も辛いのがちょっと苦手なんですけど、そういう時に使える韓国語は、トルメッケジュセヨ、トルメッケジュセヨ、辛さ控えめでお願いします。辛いのが苦手な方はぜひ使ってください。私も使う、トルメッケジュセヨ、辛さ控えめでお願いします。韓国は本当に辛いのとか過ぎてるから本当に辛い。で、あと基本的な言葉、韓国ではいただきますはチャラモッケスミンダー、でごちそうさまでしたはチャラモゴスミンダーです。チャラモッケスミンダー、チャラモゴスミンダー。これはちょっとフォーキーを書いたのね。フォーキー下手くそすぎて、ちょっと絵心も修行し直す。はい、こんな感じです。でじゃあご飯を食べてお会計の時、ケサネジュセヨ、ケサネジュセヨ、お会計お願いしますとか感じでね。で会計が終わって、じゃあ店員さんにまた来ますっていう時は、トルケヨ、トルケヨ、また来ますねみたいな意味ですね。そんな感じで以上、まあ、こんだけかな基本的に。ご飯屋さんで使える韓国語はまだ多分いろいろあると思うんですけど、こんだけしといたら多分大丈夫だと思います。私もたくさん使おう。ぜひ参考になったら嬉しいです。じゃあ、アンニョン。